はい、こんにちは。おもてやの日常です。今回は予算1万円でかっこいいおもてを作ってみたということで、音声ちょっと後撮りで撮ってるんですが、今こう置いてるのが植え替え前の状態のこのおもてたちをどこまで、私がかっこよくできるかということで、皆さんぜひ、最後までご覧いただければ、この違いが見れると思うので、ぜひよろしくお願いします。で、今からこれ抜いて植え替えを始めますね。はい、ちょっと叩いて取ると抜きやすいです。はい、でこれが1年間鉢に植わってた状態のおもとの根の状態ですね。はい、これを今からきれいにしていく作業に入りますね。はい、このように、水につけて汚れを落としていきます。はい、この汚い苔とかあの茶色い葉っぱとかも全部剥がして、はい、これが綺麗になった状態のおもとです。ちなみにこのおもとは副包みですね。はい、最初に見せたおもとは全部、植え替えた後の、ものを見せるのでご安心ください。で、はい、皆さんどっちの鉢気に入ってますかね。さあ、私はどっちを選んだでしょうということで、ちょっとちっちゃいかなと思って、はい、こっちの方がちょっと余裕あっていいかなと思って右にしました。はい、でこれから植え込み入ります。これサナっていう下の穴を塞ぐものですね。はい、これ中粒の軽石、あの日向土ですね。はい、赤ぼら土とか言われますね。これを底に1層ぐらい穴が埋まるぐらい入れて、はい、これを設置します。でちょっと深めにあの初期位置を設定して、はい、このような棒とか指でも全然構いませんので、こうやって根を下に入れてってあげてください。はい、こんな感じで設置完了で、これで中粒これを入れて、これから締めていきます。はい、入れるときは前からとあと後ろから、はい、入れやすいところから入れてあげて、叩いて左右前と、いろんな方向に叩いて締めてあげてください。でこれで締め終わるかなっていう感じで、はい、続いてですが、はい、これ全部入れ終わっ、あ、これを中粒をですね、はい、7割8割ぐらいこんな感じで入れますね。はい、で最後これが小粒の土を、表面に入れてあげて仕上げということですね。はい、この小粒の時は強く叩くと荒れやすいので、はい、ちょっと軽く押さえる感じで、はい、これで綺麗に完成しました。はい、こう植え終わった後は必ず水をあげてください。はい、今から水あげます。結構水あげると根茎もよく見えて綺麗ですね。はい、これで水揚げが終わって、最後仕上げですね。仕上げは何かというと、この苔を巻く作業になります。これが結構めんどくさいところですが、これをね、あの綺麗に丁寧にやると全然完成の見え方が違いますので、ちょっと気合い入れて皆さんやってみてください。はい、まず端っこ外、春光園では外側から苔を乗せます。内側から巻く人も結構います。はい、でこう一周こうやって端っこですね、巻いてあげると、結構この端っこをきれいにやると意外とあのよく見えやすいです。はい、これで全部乗せ終わった状態ですね。はい、でちょっとまだ苔が荒れてるんですね。この房がちょっと外に飛び出てるのがわかるでしょうか。はい、これを最後仕上げでもう一回水をあげます。はい、こうすると苔の房が落ち着いて、すごい綺麗に苔が整いますということです。このシーン結構長めです。水あげるの私好きなので。はい、ここまでしたらもう完成ですね。はい、
これは何をするかというと、苔の端をこう下に押さえつけてこう落ち着かせると、実はもう少し印象が変わって落ち着いた雰囲気になるという、ちょっとあのプロのコツっていうところですね。はい、これで完成です。はい、これで福包みの、予算1万円以内の、商品が完成しました。はい、で全部見せていきます。これ舞妓獅子、はい、獅子系ですね。はい、続いて、はい、福包みですね。これも結構人気で、はい、よく出ますね。はい、これ福の光、綺麗ですね、この真ん中に入る白い柄が。はい、でこの福の光を大きくなると、はい、こんな風になります。はい、続いてですね、続いてはさっきの舞妓獅子、はい、これどんな風に大きくなるかというとですね、結構大きくなりますね。はい、福すずめも、はい、こんな風に大きくなります。はい、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画はこれでおしまいになります。植え込みのちょっとした見本というか参考にもさせていただければ幸いです。はい、ぜひ気になった方は春公園おもとで調べていただければ、あのネットショップで販売してますので、あのご購入いただければ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。